どうも、ゆっくり霊夢格好プヌシです。マリサだぜ。前回は、ついに豊臣家と激突。攻城戦でしのぎながら佐竹家攻めていったんだぜ。うまい感じに防衛と攻撃に分けられてるから今のところなんとかなってる。ただマップでもわかる通り徳川家が結構劣勢。完全包囲までそんなに時間も残されていない。今のうちに吸収、豊臣家に攻勢に出れる体制を作りたいところ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は太田城攻めて城主部隊潰して終わったんだったな。太田城には豊臣家の援軍も来てる状況。まあぶっちゃけこれは分割できそうだし合戦使えば問題ないんだけど、問題は太田原城。太田城一気に攻めて制圧するか太田原城の救助に向かうか。これね、敵部隊の位置的には今から修復入れれば間に合うんだけど、まさかの商人町2箇所作ってるせいで労力が足りないんだよね。さすがにこの耐久値じゃ一発威風で返してるとはいえ自力で守るのはまず不可能だと思うんだぜ。太田城制圧できれば佐竹家を吸収できるけど、太田原城失ったら宇都宮城が新たに目標として狙われるんだよね。兵力足りないからか狙われてないから須山城も狙われる可能性も増えてくるだろうな。商人町建築まであと半月ほど、そこから修復がだいたい1ヶ月ほどかかるから。張り付きまでに絶対間に合わないな。しかも織田家の政策ついてるから軍制圧も早いからね。佐竹家は守った後でも攻めれると思うし、なんなら商人町作って城郭不振の星上げもできてくればもっと楽な状況にできると思うんだよ。でも守らずに城を失えば収入も減るしさらに状況は悪化するか。だから目の前まで来てるけど太田原城の防衛を優先しようと思う。てか真田家の城全部防衛拠点設定されてるじゃん。多少攻めにくくはなったがこれで攻められる心配はなさそうだ。沼田城までなら伊達家まで九州を余裕で攻め落とせるまであるね。上田城がありえないほどきつくなりそうだがな。冬の生かしどころ。それじゃあ太田原城の防衛戦やっていこうか。一応数字的にはこんな感じね。一部隊およそ平均1万で攻めてきてる状況。そして守りの要、城郭不振なんだけど、現状星2。全部の城で城門攻撃追加するためには星4まで発令の必要がある。そのためには費用が1200必要。現状およそ1000だからあと200ほど増収が必要。商人町2つ作ってるからそれができればギリギリ赤字にならない範囲で発令ができるな。ただギリギリすぎたら修復費が確保できなくなるから多少プラスが大きくなるまでは商人町建築していこうと思う。商人町建築のメインは宇都宮城と万儀城。万儀城は戦いに参加できないから水路だけ残して商人町にする予定なんだぜ。参戦できないわけではないけど距離的にすぐに参戦できなくなるからね。あとは北条家の政策発令と城郭不振の費用削減待ちかな。そこまで発令できるようになったら制度改新2の星上げと奉行枠増やしてもいいな。こんな感じで現状収入対策、政策、奉行の方針は自分の中でできてるよ。商人町2つできて収入が1200突破。このまま星4まで上げてしまうと毎月の収入が1になってしまうな。さすがに他の軍の開発もあるからそんなことにはならないだろうけど。せめてあと一つ商人町作ってから星上げやっていこうか。まあその間に防衛で時間稼ぎもできるからな。労力が余ったから修復と商人町作っていくよ。そろそろ接敵。あ、大マップにするために宇治名が出陣させたがギリギリ範囲外だな。さすがに正面から戦ったらこれかなり被害出そうなんだけど、佐竹家攻めをすぐにするためにもできるだけ被害を抑えたいからな。兵力少なくて使い物にはならないけど数合わせで城主部隊出陣させようか。これで5部隊大マップ、あとは落石マップを祈るのみ。願い通じて有利マップ。2部隊とも引き込めたら超楽なんだがな。結局落石は最初の1部隊だけ。あとは大路ハメで倒したんだぜ。これで向かってきてるのあと1部隊だけだし、修復までの時間も確保できるだろうから全部待機上させようか。もう少しで商人待ちもできるし城郭不振を星3にアップ。意外と回復が早かったからすぐに佐竹家攻めていこうか。リベンジマッチだな。今度は宇治政さんも同様状態じゃないしもう少し楽なはず。我に続け。張り付きをすぐに攻城戦。
兵力差あるから攻めてくるかとは思ってたけど一部隊で挑んでくるとは。設備もあるしスタミナさえ削ってしまえば防衛できると思うんだぜ。全部の設備攻撃してくること想定して聖楼と降格聖人書レベルアップさせていってる。救護所真っ先に狙われたな。戦うのはあくまで縄文、放棄するよ。破壊後すぐに神代湖に向かってる様子。桜を入れて少しでもスタミナ削っていってるんだぜ。高レベル特性持ってないことは確認済みだから安全に戦法入れれるよ。今ですぞ。神代湖破壊後は他の設備に目もくれず縄文戦へ。このまま交代して戦っていくんだぜ。サクラン最初に一発入れてたからもうすぐに発明入れれるし多分大丈夫だと思う。その後ちまちまと交戦。我が策にて仕上げてまいります。よし、迎撃完了。さすがに一部隊ならなんとかなるな。攻城戦ではなかなか敵部隊がスタミナ回復するってことがないから錯乱、混乱が強すぎる。複数部隊いたら普通に回復されてしまうがな。風に乗って我が名を叫ぶの。しっかりと軍奪還と同様状態の上書き。何ですか。この範囲に主力いたら封じ込めれて楽なんだがな。主力とまではいかないけどまあまあ兵力多いからいいんじゃないかな。これでしばらくは攻めてこないだろうし佐竹家攻めに集中できるね。すぐに攻めてこないとは何だったのか。5万が出陣。目標はどうなっただろうか。てかやべ、混乱も地区に集出陣させてなかった。城攻めですか。もう佐竹家の防衛来てるな。兵力減らされた状態で攻めてきてるのか。部隊数は増えるがその分撤退も複数回取れて優勢勝ちが狙いやすくなりそうだ。先に国衆が攻めてきてるからこっちも国衆出して迎撃してもらおう。義重出陣。国衆が合流するまでちょっと調整。武勇の生かしどころ。太田城の戦い。大マップだな。混乱ハメに関しては大マップの方がやりにくいんだよね。大路ハメ中。なんか勝手に国衆が突っ込んでいったんだけど。しかもそのまま絶対。うおーおーおーん。従属度下がって怪獣しなきゃならないじゃん。もういいや、混乱ハメできなくなったし強撃で倒そう。これがあるから大マップは怖いんだぜ。今回に限って言えば一つの場所に固まらせすぎたのが原因だから楽しようとしてた私も悪かったんだけどね。そのまま勝利。耐久値削れるかどうかの状態で兵力削られるのは痛いな。兵糧が回復してないけど正村さん緊急招集。兵糧調整してギリギリといったところか。出陣する。手目を離してた間に接敵できてないじゃん。見事に回避されてたな。なんとか国衆だけでも迎撃して騎乗しておくれ。あ、城郭不振星上げに武将が足りてないじゃん。そもそも人数がいるのかどうか。解散含めてぴったり5人。よかった。ってことは建築中とかでいなかっただけか。あや、いつも建築中ならここに黒く出てるはずなんだけど。確かに5人いたはずなんだが。いや、やっぱいるよね。なんでだろう。詳細確認。制作発令に参加してなかったのは宇治宗と長地か。府中城と大官。あ、もしかしたら出陣中だから領主は参加できないのかも。それなら理由が合うな。佐竹家攻めが終わった後にもう一度確認してみようか。で、府中城は出陣するどころか防衛拠点だったわ。領主から解除して側近にしてみるんだぜ。私の予想が正しければこれで増えるはず。あ、領主だとやはり参加ができなかったのか。宇治宗さんは本拠地の大官だから解散騎乗後じゃないと側近にできないや。早く制圧するとしてもあと一発くらいは現状で攻城戦する必要がありそうだな。まあ9万とかで攻めてこないだけ最初よりかはマシかな。錯乱使いながら退路はめ。思ったより被害抑えれてる。
って全国衆で当たるように指示してたのにまた自我持って進路変更してるし、国衆も壊滅すると援軍要請できなくなるからな。もういいや、大田原城には自力で頑張ってもらおう。豊臣家援軍部隊ラスト、最後に兵力多めだな。これ勝てばようやく落ち着いて向上できるよ。錯乱うまく使いながら勝利。兵糧日数少なくなってるから間に合うかどうか。街道封鎖ももうすぐできるし、なんとか間に合わせたい。耐久値ようやく半分。兵糧がだいぶ尽きてきてるんだぜ。全部隊およそ1ヶ月持たない状況。それでも無理やり強行で押し切るしかない。解散、ここで兵糧切れ。耐久値あと700ほど。最後に城主部隊が出てきた時に果たしてこの状況で勝てるのかどうか。あと一発。城主部隊出てきたら絶望的な兵力。我らが攻め取ったぞ。まさかの城主部隊出陣せず。いや、いいんだけど意外だった。出てきてたら相当ヤバかったからな。何はともあれこれで佐竹家九州。縛り上げよ。ああ、吉久さんダメだったか。直弾発生。火事待ち所望。所持なし。これいつもなら適当に20年で約束するけど、今回1年で用意できなかったら間違いなく秀吉の元に行きそうなんだよね。しかも能力結構高かったな。敵になるくらいなら直弾断って初弾が賢明かもしれない。すまねえ、初弾。あの世で待っておりゃ。これで井の平城への道開けたし、太田城防衛拠点にして次回は伊達家攻めから始まりそうだ。最後に兵力確認。徳川家がどんどん衰退していってるな。滅ぼされそうになったらラストワンはいただいて吸収するよ。あまり時間は残されてないだろうが、しっかり伊達家吸収して秀吉に攻めていくか真田家攻めるか、そのあたりも次回考えていこう。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。